っと、あそこにいるのは。よ、リズにしな。ああ、あんたも休憩。フラッと立ち寄っただけだけど、せっかくだし、なんか飲んでいこうかな。だったら一緒にどう？それじゃ、お邪魔するよ。それにしても、プレミアとティアに起きている現象って、原因がわからないとなると、不安も募る一方だわ。運営に相談はできない状態だしな。プレミアの存在自体がイレギュラーだから、運営に知られたら存在ごと削除される可能性が。ああ。このゲームの NPC は復活することができないでしょう。確かにここはデジタルデータで作られた仮想現実かもしれないけど、その中でプレミアは懸命に生きてる。そうね。今から私たちでフィールドに出てみない？フィールドに？ティアを探しに行くのよ。ここで話をしていてもなんだかモヤモヤしちゃうし。賛成。何か手がかりがつかめるかもしれないしね。俺も OK だ。フィールドに出てみようぜ。この辺りにはいなさそう。場所を変えましょうか。ああ、わかった。ティアはここで何かアイテムを持ち去っていったのよね。それが何なのか聞くことはできなかったけどな。プレイヤーに混じって攻略を進めていたのもきっとそのアイテムを手に入れるためなのよね。レアモブだなんて変な噂を立てられて、プレイヤーのそばにいるだけでも危険なのにね。あ、向こうから人が来るわ。ティアのことを聞いてみましょうか。ええ、行きましょう。何人かの人に話を聞いたけど、情報は得られなかったわね。ううん、情報がないってことはこの辺りにはもういないという裏付けなのかも。目的のアイテムを入手したのであれば、ここにはもう用がないって考えるのが妥当よね。そうね。で、あれ？どうした？ここの壁の隙間、人が通れそうじゃない？ほんと、奥に続いているのかしら。行ってみましょう。ひょっとしたら奥にティアがいるかもしれないわ。二人とも、道が開けたわよ。ここは見落としやすい場所だな。うわっ！びっくりした！これ以上進むには、まずこいつをどうにかしないとな。驚かされた分を倍返しにしてやるわ。行きましょう。回復するんだ。ごめん。
お疲れ様、リズ。それじゃ奥に進んでみましょう。こっちには何もないわ。こっちもだ。ただの行き止まりだよ。ティアは見つからずね。結局手がかりはつかめなかったわね。でも見落としていた場所の探索やプレイヤーたちの情報は得られたわ。結果としては見つからなかったけど、情報を絞ることはできてる。こうして一つ一つ積み重ねていきましょう。たとえ小さな積み重ねでも結果につながっていくものだからな。そうね、これからもコツコツ進めていきましょうか。あ、みんながプレミアティアを思う気持ちは彼女たちに積み重なっていくはずだ。望む結果にたどり着ける時までやれることをやっていこう。